感動した派閥の争いってすごいんだなぁなんていうことを思いながら小泉純一郎とのいかにインパクトがあったのかワンフレーズの達人と言われてるんですね小泉純一郎さんはねそうした時に言ったのが「自民党をぶっ壊す!」だったわけなんですよえ聞いたことあるよねどうも中田敦彦ですさあ今日も早速参りましょうエクストリーム現代社会小泉純一郎編 次郎の父ありりがとうございままますさあやってまいりました、まあ、小泉進次郎さんといえばですねまあいずれは総理になるだろうと言われながらね、えー、逆にこうねまた結婚で注目を浴びて一気にねこう人気ブワッとこうあったところから逆にアンチがもまたバーッと増えたりするフェーズもあったり今またねなんかこういろんなあのスキャンダルとかね えー、なんか資金の使い方それで良かったんですかとか女性問題大丈夫ですかとかいろんなスキャンダルが出てまあ、とにかく注目の的なわけですよ逆に言うとでもこんだけ、えー、注目されてるこの世代の政治家の人って他にあんまりいないわけですからやっぱり皆さんね気にはなってるわけですよじゃあその気になってる由来であるところのお父さん小泉純一郎なんですよね この小泉純一郎さん元総理なわけですけどまあ現代のねまあ現在のこの安倍政権非常に長期政権になってますけども平成でね一番今長くなってるのが現安倍政権ですけどもその一個前のですね最長平成政権がこの小泉純一郎さんだったわけですよね長かったわけですよね人気も高いわけですよ支持率も高かったわけですよねその人のまあ子供だから注目されてるというところもあるわけじゃないですか。 じゃあ、この小泉純一郎さんがどういう人だったのか何をしていたのか皆さん覚えてますかっていうことなんですよ。これ意外と覚えてない何、ね、かすごくインパクトがあったことだけを覚えてる感動したというねって言った人ですよねって覚えてなくていいことばっかり覚えてて何したんだっけどういう人なんだっけでもここをですねしっかりもう一度振り返って理解しておくと。 日本の政治の流れが分かるしこの人の気質ややり方を受け継いでいるであろう小泉進次郎さんんも見えてくるんじゃないか過去と未来を結ぶ今キーマンは小泉純一郎さんじゃないそう思ってですね私は今回授業のトピックに選ばせていただきました。小泉さんん非常にに大事ななってくるんじゃないかと 今回参考文献にさせて頂きましたのがもうねこの本がとにかく面白い日本の戦後を知るための12人こちらですねこれで僕2回バズってますからねこれ田中角栄さんねここにあるんですよここで田中角栄さんを紹介してそこでバズり創価学会ですよ池田大作さんこれも300万回再生きましたからねいやー ありがとうございます。本当に。<laughs> 本当にありがとうございます。ねえ。でも、池上さんの本を選ぶとね、それだけでう、池上さんにもアンチっているんですよ。池上さんの言うことは信用ならない。あいつは池上さんの本しか読んでない。そういや、違いますと。池上さん以外の本もたくさん紹介してるし、僕は特にね、何の主張もないんですよ。とにかく、分かりやすい本を読んで、なるほどなと思うところを客観的にだから、基本的には、何の思想も僕持ってません。 日本をどうしたいとも思ってませんただ知ったら面白いんですよ知らないより知ってる方がいいでしょう僕のただ一つのスローガンは学ぶって楽しいこれだけですから勉強してた方が楽しいんですよ小泉純一郎のこと知らないより知ってる方が小泉進次郎がどうなるか予測できないよりできる方がきっとニュースや新聞を読む時に楽しい そそれれだだけけの男、ねそれだけ、警戒しないでいいよ何の思想もないただの芸人だ冗談 <laughs> じゃない <laughs> そんな中でですねまあ、補佐としてですね補足として自民党がよく分かる本っていうねムック本みたいなのもあの読ませて頂きましたまあね基本的に自民党っていうそのねすごく大きい組織があって。 ね、55年体制とか言う中で、すごいこう、そこでいろいろと勢力争いがありながら、いろいろと進んできて今があるわけじゃないですか。いや、でもどういう流れだったのか、ちょっといまいち、家えと言われてもわ分かりませんと。ね。やっぱり僕らはね、総理大臣になりました。この人が今総理っていう点で見てしまうでしょ。でもそうじゃないと。流れで見ると、非常にわかりやすい。なので、ちょっと流れを振り返ろうと思いまして、前回田中角栄さんやったじゃないですか。 そこから小泉純一郎さんまでの大まかな流れ、振り返りながら進めていきたいなと思っております。田中角栄さんね、あの時ね、動画ぜひ見ていただきたいんですけども、田中角栄さんの時に、まあ、核服戦争もしくは三角大服といって、非常にですね、あの、激しい争いの中、まあね、この二世議員ではないこの田中角栄さんが、ものすごいパワフルに資金集めをして成り上がった。 そういう人だったっていうことは動画でやりましたよね。ところがその資金集めの強引さが露呈しまあ金権問題で失脚するんですよね。実はロッキード事件というあの大きな事件での失脚ではなかったというところがあの動画の結構一番のキーでしたよね。そして失脚した後にロッキード事件が勃発するわけですよね。非常に不可解な事件だったわけですよね。えー、あれは 中国との国交関係をいろいろと懸念するアメリカとの関係の中で出てきた事件だったとそれは最高裁まで争ったが判決がついぞ出ないまま田中角栄さんは死去したのでその事件は闇に消えたというまあ非常に大きいですね。 謎を残したこの田中角栄さん編だったわけなんですけれどもその角栄さんの後をですね受けたのがミキさんだわけですよねこのミキさんはクリーンミキと評判してですね私はそういう田中角栄とは違うぞみたいなねことをやってロッキード事件を捜査協力しますという体制を出したわけですよ ところがもう党内ではもう田中角栄の力強いから三木下ろしとですね三木を下げろ下げろというその戦いに飲み込まれていきながら三木さんはただ,だその任期は満了しましたギリギリまで粘って任期は満了したんですねその後核服戦争と言われたのこの核と服の福田さんがなるわけなんですけども福田さんはですねまあ言ったらもう田中角栄とはライバルなわけですよねそんなのでこの このギリギリの混乱の中バランスを取る形で順番が回ってきたんですが2期目はなくですねやはり田中角栄派閥が取るわけですよさあざっくりいきますとそこから大平鈴木中曽根と田中派が続きます大平さんは三角大福という四角四強の一角ですが田中さんの盟友で、まあ、言ったらまあ田中派がですね大平さんをバックアップしたことでこうなれたわけですよ福田さんを潰すためにこう大平さんを押してというねでそっから あの、闇将軍時代が来るわけですね自分は政治活動はできない、ね、ずっとグレーなだから。だけれども鈴木さんはね、えー、鈴木善光ですね、えー、まあ、直角内閣って言われたんですね直角ってあの角度の直角というところと直で 角栄の下だから直角っていう、まあギャグみたいなもんですね。直角内角。田中曽根さんは田中曽根って言われたんですね。もう田中とくっついてんだろっていうことで、田中曽根内角って言われるぐらい田中が来ていた。しかし田中角栄さんの影響力がいよいよもう持たないだろうと言われていた中で頭角を表していたのが、あの田中竹下登さんなんですよね。 竹下昇さんんで、で一気に変わるんですよ何が変わるか実は田中派の中でいたんですよ竹下さんっていうのは一つのね一人のメンバーだったわけなんですがもう田中さん角栄さんではもう持たないだろうともう無理だと求心力が弱まってるということで竹下さんが一勉強会を発足します。田中派の中の1勉強会ですと言いながらじわじわとですねその派閥を ババババッと増やしてですね独立するんですねゾロゾロゾロっとつけて独立してしまうそれからですねこの主流派が竹下派になるという時代がやってまいりますその派閥の名前を形成会と言いましてこれねすごく覚えておかなきゃいけないなというのが自民党というのはですねなんとか派なんとか派ってたまに新聞とかニュースで聞くでしょでも 全く我々は覚えようとも思いたくもないじゃないですか。知らないよと。知らない。そんなのいっぱいあるんでしょね。でも、覚えておいた方がいい派閥の一つがこの形成会なんです。なんでかって長いんですよ、ルーツがね。で、今もあります。それは名前をちょっと変えている。だけど、基本的には流れを組んでいるわけなので、覚えとくと、自民党っていうものの大きな巨大な組織の構図がだんだん見えてくる。 実は、八個ぐらいしかないらしいんですね、派閥ってね実は、この福田さんが作ってる派閥この時はね、まあ、もちろん福田さんとか田中さんより前もいるわけですよそれよりも前もあるんですけども基本的には、この三各大福それぞれにですね、えー、ルーツを持つような派閥が今もありますね三木さん派閥だと、三党会とか福田さん派閥で、清和会とか大平さん派閥でも、えー 高知会とか、いろいろあるみたいなんですね。名前はいろいろ変わるんですが、主にルーツはそういうとこ。で、この清和会っても大きいグループに後になっていくんですが、その後説明します。この田中派から受け継いで、独立した竹下派。これがですねつく、あの、トップになるわけですよ。で、竹下が,が作る。ね、総理になる。ね、消費税ですよ。ね、竹下さん、だからもう大吾さんのね。ウィッシュの方の大吾さんの。 おじいさんですよねおじいさんですよねねっすごい人ですよ <laughs> すごくないですか僕田墓から独立したと思う歴史上の人ですよ消費税ですよねその前にねその消費税を作りたかったんですけども国民の反発にあってダメだったそれをなんとかうまくもう一回持っていったのがこのたかし竹下なんですね消費税を設定して、うん、作ったわけですよところが起きたのがリクルート事件だ この非常に大きい事件だったリクルート。非常に有名な企業ですよね。ところがこの創業者の方っていうのがもともとは東大のね東大の東大新聞っていうのを作っててでそこに広告を入れるっていう仕事をし始めたらあっこれ儲かるじゃん。ね。そういうことに気づいて求人広告を東大新聞に出す。そういうことをやってった上で独立して起業して広告ビジネスをバンバン始めて だって、リクルートってあの、R25 とかってねフリーペーパーもあったじゃないですかああいうことをですね開発したのはその人なんですよねその人も実はここに載ってんだけど江添さんという方がねこのリクルート事件特集もここにあるんだけどだから本当に事件の保護よ面白いよリクルート事件それが不動産業にまで手を広げたそれがリクルートコスモスっていう子会社を作ったんですでその子会社の未公開株を 政財界の大物たちにバンバン譲渡してたそれが賄賂になるじゃないかということで大騒ぎになったのがリクルート事件だったくしくも竹下さんは田中さんと同じような大きい政治資金関係のトラブルで失脚することになる急遽立てた宇野さん愛人問題ですぐ失脚 <laughs> で海部宮沢橋本小渕とですね ここら辺でですね、まあ、竹下派なんですよただ、ここで一回ねこれ、自民党総裁の名前なんです。これ、総理の名前じゃないんですよあこれ、総裁じゃんって気づいた人も2ですよね分かんないですよねこのコールドは、鳴ってないんですねこの人はですね、の時に、この人の総裁の時に自民党政権奪われてるこれ、なんでかこれも派閥で見ると、よくわかるんです実は、竹下さんには竹下七奉行というですね側近が7人いたんです その中の一人が橋本龍太郎であり、小渕恵三であったんだが、その中の有力者の中に小沢一郎さんがいたんですね。その小沢さんと竹下さんで意見が分かれたのがここだったんです。なぜかというと、その後ろにフィクサー的存在で金丸さんという人がいたんですね。その人が、とある大スキャンダル、大事件で失脚したら、どっち、コン,コントロールできなくなっちゃうんですよ。 竹下小沢という二人の意見が分かれることになり、後継者はどっちにするんだ小渕か旗か、そこでもめて、いや、俺はもう竹下の言うことは聞かないということで、小沢さんがですね、自民党離れるわけですね。それで、あの連合政権の細川政権の方に奪われちゃうんですよ。それは形成会が分離したから。 だからその時その時どうなってたっていうよりもよくよく見ると派閥間構想を見てるとなんとなくすっきり理解できるっていうのが分かりませんだから大事なんですよねいやそんなのやだよお前ちゃんとやれよお前なんだ派閥のドロドロとかっていうのは国民の理想実際問題こうなってるっていうことで理解した方が分かりやすいよっていうのが僕の意見 分かりやすすいんですよ橋本淵とねところがここでブチまで指名した後ですねまた流れが変わるんですねこれ森さんの時はまたね違うメンバーで決めたみたいなんです密室で決めたみたいに言われていてそれに対してなんかいろいろ批判があったらしいんですけどもそれ以上に森さんの失言が連発してですね <laughs> すぐにあの失脚してしまったのでどうなるどうなるこうなったわけですよ。言ってもこのねカリスマ ただ、からだいぶ離れてくるとですね。影響力が下がっていって、実行力がだんだんなくなっていくそういうもんですよね。そこら辺からですね。なんかなんかこう変わらないなぁ。前に進まないなぁ。うだうだ。揉めてる間にどんどん3名で終わっていくなぁっていう風になった。後で出てくる。総理は長期政権を国民が望んでるから強い総理になりやすいんです。今の安倍政権も。 いろいろごたごたがあってもう何やってんだよって言ったあとだったんですよねだから第2次安倍政権っていうのは長く続いたわけですよこの小泉さんの後の第1次安倍政権っていうのはすぐ終わる何でかというと長期政権のあとだからです長期政権の後は期待がでかいんですねあの長期政権を築いたインパクトの強い小泉さんと比較されちゃうわけです なので。うまくいかないと、目立つ。スキャンダルも目立つ。短命に終わった。まあ、健康問題とか、いろいろあったらしいんですけどね。それを受けて、ということなんですが。そんなタイミングの小泉純一郎さん。なんとなく流れ分かったいただきました。なるほどなと、こういうぐわっと。田中角栄とか、竹下登っていうのは、そんだけ影響力。行使してたんだなぁという。派閥の争いって、すごいんだな、なんていうことを思いながら。 小泉純一郎とののいかかにインパクトがあったのかそれは2001年の総裁選ねワンフレーズの達人と言われてるんですね小泉純一郎さんはねそもそもですよ小泉純一郎さんを田中真紀子さんがねこの人はっていうふうに言ったそのフレーズも人気だったんですよね凡人軍人変人の総裁選だって言ったんですよ、ね、凡人軍人で変人が小泉さんだとね でも、なんとなく、その中だと、その変人がまだマシかなっていう。変わらない政治を凡人に任せるの、軍人に任せるの。変人の方が変えてくれるんじゃないかな。変人ってどんなやつなんだろう。興味を持たされたんですね。凡人より変人の方が興味持つでしょどんなやつって？そうした時に言ったのが、自民党をぶっ壊すだったわけなんですよ。え、聞いたことあるよね。 今まさにさ、立花さんが言ってる NHK をぶっ壊すって、これのオマージュですよ。そうですよね。それすらも我々は忘れちゃうぐらい、もう過去の政治忘れちゃってるでしょ。あれは、この名言のオマージュなんですよ。そういうことって政治化するんです。トランプ大統領が、もう一度アメリカを偉大にする。 ね、グレートアメリカ、あ、ゲインというね、な英語なんだっけメイクアメリカ、グレートアゲイン。メイクアメリカ、グレートアゲイン。すごい奇跡的に詳しい方がいました。メイクアメリカ、グレートアゲインって言ったんですね。あのセリフもトランプさんの作ったものじゃないんですよね。あれ、誰でしたっけレーガン大統領。レーガン大統領の名フレーズ、メイ i c メ g r グレー a g ゲインをですね、オマージュしている。 これが国民に響くっていう時があるわけですよ。人気のある政治家の名フレーズをオマージュするっていうやり方はパンチがある。今立花さんがやってるのはこれなわけですよ。面白いですよね。ってことはみんなやっぱ小泉さんってすごい残ってるわけです。うわってね。そのめ自民党をぶっ壊すどういう意味？だって自民党の人だよ。ここがポイントなわけですよ。ね。 これね、前文章があったらしくてもし改革を断行しようとする小泉を自民党が潰そうとするならばその前に私は自民党をぶっ壊すそういう意味合いだったんですだから何が何でも自民党をぶっ壊すって言ってたわけじゃないんですよ破壊者という意味ではないんですがそういうイメージイメージが進まない政治苛立っている国民を奮い立たせちゃったキャッチしちゃったわけなんですよねその他にも 聖域なき構造改革かっこいいんですよフレーズが私に対抗するものは全て抵抗勢力だ言うんですよ、ね。よくよく言葉を聞いたら同じこと言ってるんですけどね私に敵対するものは全て抵抗勢力だって当たり前のことですよ敵対してるんですけどそれは抵抗勢力でしょうよ。だけどなんかすごいパワーがあるでしょ。 なんだか普通のことを言っていても、短くワンフレーズに収めると、すごい周りが想像するというパワーの持ち主なんですよね。あの、なんでした？相撲の大会ですか？あの、感動したもんね。そうですよね。感動したって言うと、いろいろ言いたいことはあるけれども、そんなことは言ってるのは無粋だ。感動した。これだけでいいだろう。そういうふうに受け止めるでしょでも、感動したって、なんかその子供でも言えるような言葉じゃないですか。 ででも、それががパンチがあるわけすすよ自民党をぶっ壊すこういうふうなわけですね。じゃあこの改革を断行しなければっていうここをね理解した上でじゃあ何の改革をしたかったのここを理解するのが一番大事ですよね。この総理になる人っていうのはね絶対に断行したいことがあるんですよ。それは竹下さんの時は消費税だったわけでしょ絶対にににこれを叶えるるために私は総理になるんだとそういうい ワンアアイディアが政治家にあるんです法律を作る仕事ね法律を変えれるってすごい職業じゃない政治家ってだから何かを変えたいんですよ。現に今の安倍政権のやりたいことって戦後レジームからの脱却そう言ってますよね。要するに日日本本のの歴史教育を変えたり日本の軍事 力の使い方を変えたたりしたいわけですよね戦後 GHQ が規定したいろいろなものをもう一度取り戻すこれがやりたいことなのやりたいことが何かっていうものを考えることがその人を分析するのに一番いいんです政治家を見ていい人悪い人好きかな嫌いかなそれだけで見ないこの人は何を使命に思ってるんだろう それをしっかり見てそれをやることは果たして我々国民のためになるのかなそれともならないのかなそういうことを考える方が建設的ですよねじゃあやりたかったことそれが郵政民営化だったわけですよねはあ郵政民営化確かにそうだよねとそうなんですよ今もう郵便の事業っていうのは国のもんじゃないですよね郵政省ってないわけですよ今ね 郵政民営化。確かにやってた。でも、なんでやってたんだっけここ覚えてますか郵政民営化とは何でしたかって聞かれるの、一番今怖いですよね <laughs> ええこれ聞かないで聞かないで郵政民営化とは何ですか <laughs> 待って待って、昼飯行こうぜってなるわけですよ <laughs> いいから、そんな堅い話すんなよお前、どうしたってなるわけですよねでも、これ郵政民営化が何なのかっていうこととかどうだったのかを考えてみると小泉さんというのはわかるねじゃ小泉さん 出自から見てみましょう。実はですね。小泉さんって三成議員なんですよ。あ、そうなのってね。二世三成って小泉さんと小泉進次郎を知ってると、小泉進次郎は二世だね。って言うけど、もっと小泉さん自体がもっともっと前からね。受け継いでるんです。元々は小泉又次郎という人で逓信大臣逓信大臣っていうのはまあ、通信と郵便みたい。な。 そういういのの、のまあ、定ってのがあっってがたんですねそこの大臣やってるわけですからなかなかすごいこう政治家さんですよね。でそこの娘婿に養子で入ったのがお父さんね小泉淳也さんで防衛庁の長官までやってるわけですよ。すごいですよね、まさに エリートなわけですよね。そんな中ですね、えー、3世として生まれ、えー、慶応大の経済学部を卒業してロンドンに、まあ、留学というか遊学というかまあ、ふわふわしてたわけですよねそしたら小泉純也さんお父さんが急死したことで日本に帰国して立候補したところがその時は落選してしまったでもその後やはり地盤看板ありますから当選した はい、その当選した際にどういうことをしたいかなと小泉さんが思ったかというと国のことを全部ちゃんと知るには予算のことを知らないといけないでしょうということで大蔵委員会現財務金融委員会というですねまあ大蔵省まあ今の財務省ですねだからその予算編成系の,そのチームに所属して希望してですねそこに入って大蔵族的な議員になる。 といそこでだから予算とかなるほどその,そのお金の話ねそこら辺を学んだったそして当選3回目にしてですね大蔵政務次官というものになったらしいです次官というとなんか役人さんとか官僚のイメージありますけど、まあ、いわゆる副大臣的ポジションらしいんですねだからすごいですよねだから大蔵関係に関して強いとでそこで知ったらしいんですよ 郵便局に集まっているお金の大きさを。だから、正域なき構造改革。小泉さん、どういうことをやってたんだろうどうもう一回冷静になって、一個一個考えて、今と比較すると面白いんです。あれこれって小泉さんきっかけで今があんのかな正域なき構造改革。感動してくれ